片足センタースタンド片足スタンド両足スタンド。スタンドは二輪で自立できない自転車を立てたまま保持するための部品。車両取付型と独立型がある。車両取付型は自転車に設置し足だけって使用するためキックスタンドと呼ばれ外出先などスタンドが用意されていない場所での駐車時に用いる。 独立型は、駐輪場などに固定設置され複数台を収納するものや、自転車を高く掲げて、上下に収納できるものなど、収納時に利用するタイプのほか、軽量小型で、持ち運び可能な外出時にも利用できるタイプもある。一般に、キックスタンドと呼ばれる。自転車に取り付けて、足だけり上げて解除、足だけり戻して設置する。車体変側面につく型足スタンドと、 両側面から支える両アシスタンドに2分される。また取り付け位置によっても後輪につくリアスタンドと車体中央付近につくセンタースタンドに大別され、おおよそ4形式に分類される。この他に少数だが前輪側につくものもある。日本ではリアスタンドがほとんどだが、ヨーロッパではセンタースタンドが一般的である。センタースタンドの方がコンパクトで、 車体安定性も良いが、位置的にクランクと蹴り足が干渉するため、ノールックで駐車、発進とはいかない。リアスタンドは周りに邪魔者がなく、特にトップチューブが高い自転車では足を跳ね上げる乗降時の動線上にスタンドがあるため、ほぼ位置挙動で駐車、発進の動作が可能で操作性で勝る。装着場所は、1、後輪車軸、2、 チェーン駆動部の反対側のチェーンステージ上、3、センタースタンドと呼ばれる、チェーンステー前方のチェーンステーブリッジなどがある。1、は後輪ごと、ハブナットで固定され、部品点数が少なく、シティサイクル等の低価格車は、もっぱらこれである。2、は、クイックリリースへの影響を避けたいスポーツ自転車に、用いられ、同様の理由で、日本でも3、の普及が広がっている。2、では、 チェーンステー後部とサドルステー下部の三角形部分に2箇所で固定する2点止めとチェーンステーのみに固定する1点止めがあり2点止めは場所が限られるが安定した設置ができ1点止めは場所を選ばずにチェーンステー上のどこにでも設置ができる両足スタンドに比べ軽量をかつれんか外観上もシンプルで見た目も軽い反面両足型よりも安定性にかけ重い荷物を乗せている時や 車面に駐車した時に不安定になる。2010年代以後の近年では、ホイールや車体サイズの多様化に応じて、高さを調整可能な製品も多く見かけられる。荷物や子供など重量物を輸送する自転車に使われる。設置場所は、4、後輪軸を左右から挟む形で取り付ける、リアスタンドタイプ。5、センタースタンドタイプ。他に6、前輪全体を支える。 大きなスタンドタイプもある。4の発明者は自転車屋を営んでいた、服部亀吉で、日本では後部に荷物を乗せる方が多く、そのニーズに応えたものである。車輪の頻繁な交換を想定したスポーツ用、自転車に採用されることはないため、取り付け形式は、ハブナット一択である。ヨーロッパでは運転者よりも前に荷物を積載するために5や6が使われてきた。 両足スタンドを立てると4の場合、後輪は地面から離れて転がらず安定性する。しかし前輪は首を振ってしまうため、通常は前輪を左右のいずれかに振って固定することによって安定を確保する。通常両側合わせて2本のバネがついているため動きは硬い。蹴る力の弱い人が乗る際には適さない場合がある。また、ロックがかかっていない状態では、 少しの衝撃で、スタンドが解除されてしまい、横転しやすい。5の場合は、両輪ともに設置している場合や、前輪、または後輪が上がる場合がある。6は、両輪ともに設置している。警戒車、実用車、警戒車、実用車では頻繁な注射が想定されているため、日本での販売では、一般的なモデルでは必ずスタンドを装着した、モデルとして販売されている。 スタンドには片足型と両足型の2種類が使われる。後から違うタイプに交換することは可能。ただし外装変速機が付いている車体には後輪車軸取り付け型の両足型は取り付けできない。スポーツ車、スポーツ車の完成車には一般に標準ではスタンドは含まれない。必要であれば別途購入する。スポーツサイクルの見た目。 スタイルにこだわる人はスタンドを使用せず、壁や柱に立てかけて駐車する。競技者、スタンドは自転車の走行には必要ない部品であり、競技中邪魔になる上、重量像となることから、純粋な競技者ではスタンドを用いるとしても、独立型となる。駐輪場用スタンド駐輪場で使用される、複数台を止められるスタンドや、整備時などに使われる、単体用、あるいは、 収納目的のスタンドなどがある。小型の携帯型はキックスタンドの代わりに外出時にも使える。ありがとうございます。